でその面談の中では、あ、すみません、この面談の少し前に この施設のリーダーであるという人物が来て話をしたことがあったんですが、英語のできる人物で、その東京から来たのか東京から来たのかと何度も聞かれましてですね、で東京だと、でこの周りにこの囚人いないんで、普通に答えたんですけども、この周りの囚人と話してはいけないというこの理由というのが、この、まあ、報道されている日本人の人質というのがこの施設にいるということが他の囚人にバレてしまうと、その囚人が出所したときに周囲に話すかもしれない、インターネットなりニュースなりに流れている人質があそこにいるということが流れてしまうかもしれないので、周囲に対して日本人であるとか私を特定できるようなことは言ってはいけないというようなことを私は理解していたんですけど、でそれに対して彼らはあえて、東京から来たのかと聞いたり、日本から来たのかと聞いたりですね、Are you Japanese? Are you Japanese? Are you Japanese? と20回ぐらい連発して聞いてきたりとかですね、このそれで日本人と言ってしまったら言ってはいけないことを言ったということで、また拷問が始まったりとかですね、そういう妙なこのゲームのようなものが始まりまして、まあそういう一環でその施設のリーダーが来て、まあ、彼もそういった東京から来たのかみたいなことを言ってきたんですけど、彼は我々は回収を強制することはしないからというふうにこのリーダーからは、明言されまして、でこのここに来る前の民家でもこの回収は強制しないということはずっと言われていたんですけども、そのイスラム教に関するその面談の中で、戦いについて話をする、アバトファイティングって言ってたんですけども、敵対する相手に対して、異教徒に対してはまず回収を求める、で回収しないならば、人頭税の支払いを求める、どちらも拒否するのであれば殺害するという、順序があるのだと、いうことを彼ら言っていたんですが、では日本人もそうなのかと、聞いたら、全ての異教徒が対象であると言い始め、ならば自分もそうなのかと、で関係されてますし人頭税払うことは無理だと、では回収が強制なのではないかということを言ったんですが、彼らは気分害したようで、今まで誰か強制するというようなことを言ったかと言われたんですが、言われていないけども彼ら、お前たちの代表はどう考えているかわからないし、どうなんだということを言って、ちょっと言い争いではないんですけど、ちょっと雰囲気が悪くなったんですね。でそしたら翌日また拷問が始まりまして、で他の囚人を連れてきてですね、アフガニスタン人をどうも連れてきたようなんですけども、お前はシーア派だろうと言って、聞いて、そうじゃなくてスンニだと言って。って言ったんで、あ、スンニなの、じゃあいいわと言って戻して、でまた別の囚人連れてきて、お前礼拝やってみろと、でお前ムスリムじゃないだろうみたいなこと言って、また拷問を始めまして、ムスリムだよムスリムだよスンニだよ、じゃあスンニの礼拝やってみろよって言って、礼拝させて、戻したんですね。これもやっぱり見せしめで、強制しないと言ってるので言ってるのに、強制するんじゃないかということを私が言ったんで、それに対するなんていうんですかね、なんていうか、そんな組織ではないのに分かってないのかみたいな、この意味のこの拷問だったのかなと思うんですけども、そういうこの直接何も言わずにそういったメッセージを入れてくるというやり方を彼らはするんですね。で、
で私の側としては、そういうものさえ、彼らの要求にちゃんと応えていれば解放なんじゃないかという期待をして、周りとは喋らないとかですね、この彼らがその事務所で話しているときにはトイレに行かないとかいろいろそういう、努力を始めたんですけども、それがだんだんとこうエスカレートしてきまして、この彼らが食事をこう配り始めたときにたまたまトイレに入ったら、彼らが食事を始める音を盗み聞きしてトイレに行ったというよくわかんない理屈になりまして、また店閉めの拷問がすぐドアの前で始まったりとかですね、それがどんどんひどくなってきて、この私が身動きした音がするだけでもまた拷問が始まったり、その先ほどのこの事務所になったところからまたこの部屋いくつか移されたんですけども、この最終的に移された場所というのが、幅1メートル、長さ2メートルぐらいの部屋に移されまして、その両側に彼ら自身が入っていて、で私の部屋から聞こえる音をずっと全力で聞いていて、私が何か物音を立てると、電気を消したりとか、電気をチカ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 この点滅させたりとか、扇風機を消したりとか、この夏なんで扇風機消えると本当にサウナのような状態になるんですけども、それから食事を持ってくるけども、缶詰持ってくるけど缶は入れないとか、皿にヨーグルトを入れるけども、ゴミにも入っていないとか、鶏肉を持ってくるけども 骨だけ大量に集めて入れてくるとか、そういう嫌がらせを始めたりですね。で、途中からこの水浴びをするとやはりそういうことをし始めて、水浴びはどうも禁止らしいということが私も分かりまして、なんでこういうことを始めてるんだろうと思ったんですけども、それがどんどんとエスカレートしていって、この例えばこの指の関節が鳴るパキッという音がするだけでも、ダメだと、要するに彼らが何か話し声をしたり、何か物音を立てた後にこの私が物音を立てると大体1分以内ぐらいという目処だったんですけど、盗み聞きをしたので身動きしたという理屈のようなんですけど、そうやって、何か音を立てると先ほど言ったような拷問を始めたり電気を消したりですね、を始めまして、で電気を消され、この扇風機まで消されると非常に暑くなり、私は鼻炎なんですけども、この扇風機回ってるとこの風が入ってくるので鼻で呼吸しやすかったんですけど、この電気消されるとこの鼻がすごく詰まってしまって、この鼻息の音がするんですね。でそうするとこのふざけてこの鼻息をさせてるという解釈するようで、この電気をチカチカさせたりとかですね、このあとトイレの蛇口から水を流すとこうキーンというこのものすごい高音の、音が響くんですけども、その音をわざとさせるんですね、何分間も、こう頭が痛くなるぐらいのでかい音でそういう音をさせたりですね、まあ、そうやってこの、まあ、嫌がらせというかいうのをしてくるようになりまして、で結局何をやってはいけないのかということをずっとこう解釈していくと、もう身動き全然できないじゃないかと、彼らもずっと部屋の外をうろうろしたりとか、あと囚人が喋っている時に身動きしてもダメだということがもう分かりまして、そうするともうほとんど一日中ダメじゃないかということが分かってきまして、そうするともう身動き全然できないですよね。身動きできるのは彼らが食事を持ってきたとき、つまり私の意思じゃなくて彼らが物を持ってくるんで、そのタイミングなら動けるので、そのときにトイレは済ませ、食事を済ませ、トイレを済ませ、その後この関節を全部バキバキと鳴らして、その後鳴らないように、でそこでまた寝転がるということをやってたんですけども、